広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よぴーヘッドです。新田竹内です。本日トレーナーズウェブサイトにて3月10日発売の強化拡張パックトリプレットビートの情報が初公開されました。やったー、やったー。新パック情報嬉しいですね。はい、そしてですね、このパックパッケージにも描かれているマスカーニャ、ラウドボーン、ウェイニバルがポケモン EX として登場するんですよ。おー、さらにその進化前のポケモンたちもアートレアとして登場することが判明しました。いや、早く見たいです。はい、そしてね、今日はですね、新しいポケモンとアートレアのカード、それに加えてサポートとスタジアム、そして特殊エネルギーも紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではまずポケモンの方から紹介していきたいと思います。こちら、ニャオハ、ニャロテ。かわいい。ね、え、かわいすぎ。いいんだから。うん。はい。このニャオハはですね、2種類パックに収録されます。うん。HP70 の方のニャオハとかもう花に囲まれてて、すごいいい匂いしてきそうじゃないですか。ニャローテもね、こう屋根から屋根にこう飛び移ってる感じがして、うんうん、ちょっとね、やんちゃな感じもしていいですね。うん。そして、ここから進化するマスカーニャ EX がこちら。おぉ、かっこいい。はい。マスカーニャ EX は草タイプの二進化ポケモンで HP は310です。特性がブーケマジック。自分の番に自分の手札から基本草エネルギーを1枚トラッシュするなら1回使えます。相手のベンチポケモンにダメ感を3個乗せます。技が無色2個、スクラッチネイル100ダメージで、相手のバトルポケモンにダメ感が乗っているなら120ダメージ追加です。技スクラッチネイルがダメ感が乗っているポケモンに大ダメージを与えられるので、特性ブーケマジックを使ってダメ感を乗せておいてから攻めていくっていうのが基本的な戦術になります。うん。無色2個で技を使えるので、ダブルターボエネルギーをつけてもいいですし、菜種の活気や火花を使うことですぐにエネルギーを満たせますね。またマスカーニャ EX をたくさん場に出せば、それぞれで特性ブーケマジックを使っていけるので、相手のベンチポケモン1匹を大きく弱らせておいてスクラッチネイルで倒せる圏内に入れるっていうのもいいですし、この特性だけで HP が小さめのポケモンを倒しきっちゃうっていうのも目指せますね。うん、ブーケマジック2回分でダメ感が6個乗ってたら、スクラッチネイルのダメージと合わせて280ダメージになって、うん、はい、多くのポケモン V スターや一進化のポケモン EX なども倒しそうですね。うん、さらにもっとブーケマジックを使ったり、こだわりベルトとか魔剣気ハチマキと合わせれば、ポケモン VMAX や二進化のポケモン EX を倒すことも難しくないかなと思います。うん、他にもギリギリ倒せなかった相手をブーケマジックを使って後から追撃して倒すということもできそうですね。はい、非常にね、便利な特性ですね。この特性を使うためには手札から草エネルギーをトラッシュする必要があるんですが、例えば私らがの特性綿運びやサポートのお嬢様を使って山札から手札にエネルギーを加えてきたり、グッズのエネルギー回収を使ってエネルギーを再利用してあげるっていうのもいいと思います。なるほど。さらにこのマスカーニャ EX と相性のいいグッズも強化拡張パックトリプレットビートに収録されます。こちらです。スーパーエネルギー回収。このカードは自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えません。自分のトラッシュから基本エネルギーを4枚まで選び、相手に見せてから手札に加えます。このカードの効果でトラッシュしたエネルギーは選べません。手札をトラッシュする必要はあるんですが、基本エネルギーを4枚も回収できちゃうので、これでマスカーニャ EX のブーケマジックをどんどん使っていけるって感じですね。うん、汎用性の高いグッズになっているので、いろいろなデッキでどんどん使っちゃってください。はい、こちらは過去のシリーズで収録したものの再登場ですので、昔の方持ってるよっていう方は3月10日からスタンダードリレーションでお使いいただけます。続いて紹介するのはこちら、ホゲータ、アチケータ。これも可愛いね。え、はい、こちらもね、パックに2種類ホゲータ収録されています。うん、なんかアチゲータのイラストなんですけど、なんか大きな口を開けてこう木の実にバッて飛びつこうとしてるの可愛くないですか。めっちゃ好きですね。ホゲータは逃げるエネルギーと HP が違うので、どちらがデッキにより合っているのかっていうのを考えて採用検討できますね。そしてここから進化するラウドボーン EX がこちらです。おー、かっこいいですね。うん、うん、ラウドボーン EX は炎タイプの二進化ポケモンで HP が340です。1つ目の技が炎1個、活力の歌。50ダメージで自分のポケモン全員の HP をそれぞれ30回復します。2つ目の技が炎2個、バーニングボイス。270ダメージで、このポケモンに乗ってるダメ感の数かける10ダメージ分、この技のダメージは小さくなります。はい、まず今出ている二進化のポケモン EX の中では一番大きい340という最大 HP を持っています。うん、これはもうなかなか倒せなそうですね。はい、そしてね、注目なのは技バーニングボイス。うん、元々のダメージが270なので、多くのポケモンを一発で倒せるポテンシャルがありますね。うん、ここにギャロップの特性ヒートブーストだったりとか、こだわりベルトとか魔剣気ハチマキとか合わせたら300ダメージが330ダメージも狙えそうですね。はい、2
ただし自身に乗っているダメ缶の数分ダメージが下がってしまうので、ダメージを受けたら回復させてあげないとバーニングボイスのパフォーマンスは落ちてしまいます。なるほど。そこでグッズの当たり付きアイスや甘い蜜などで HP 回復を狙ったり、サポートのもみで全回復させて再び大ダメージを出せる状態にするっていうのもありだと思います。うん。あとはチルタリスと組み合わせて技マジカルエコーでラウドボーン EX に乗っているダメ缶を全て相手のポケモンに乗せ替えちゃうっていうのも非常に強力だと思います。うん。ラウドボーン EX は上の技活力の歌を使って自分のポケモン全員の HP を30回復させることができるので、うん、相手がガツガツ攻めてこなそうな時はこの技を使って1回立て直すっていうこともできそうですね。うん。さらに強化拡張パックトリプレットビートでラウドボーン EX の HP を手軽に回復させてくれるポケモンが登場するんですよ。おう。はい、こちらです。おどりどり。こちら特性がパッションダンスで自分の番に1回使えて自分のバトル場の進化ポケモンの HP を20回復することができます。うん。何匹かベンチに出して特性を複数回使えたら強そうですね。うん、はい。ラウドボーン EX のね HP を回復する役として最適です。ラウドボーン EX にマグマの滝壺を使ってダメ缶を乗せてエネルギーをつけていた場合でもバトル場に出した際にパッションダンスを使ってその分を回復できるのが強力だと思います。うん。気兼ねなくマグマの滝壺でエネルギー加速できそうなのが嬉しいですね。続いて紹介するのはこちらです。クワスウェルカモ。わあ、なんか水辺で遊んでる感じがいいですね。うん、うん、こちらクワスも2種類登場します。うん。ウェルカモもこう水をピャッピャッってしてるのいいですね。このポーズかわいい。はい。全部ねこう水辺で描かれていてキラキラしてて、うん、いいです。そしてここから進化するのがこちらです。ウェイニバル EX。 おお、いいですね。はい。ウェイニバル EX は水タイプの未進化ポケモンで HP が320です。1つ目の技が水1個エキサイドサンバ60ダメージで、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えます。その後相手は相手自身のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えます。2つ目の技が水無色スクリューシュート230ダメージで、このポケモンについてるエネルギーを2個選び手札に戻します。はい。上の技エキサイトサンバはダメージを与えつつベンチに下がって相手にもね入れ替えを強要できる技になっています。うん。エネルギー1個で攻め始めるタイミングや相手を翻弄したい時に使えると効果的だと思います。そして下の技スクリューシュートは230ダメージでエネルギーを2個手札に戻します。うん。ウェイニバル EX についているエネルギーが全てなくなることも多いと思うんですが、次の番にモミを使ってエネルギーをトラッシュせずに HP を全回復するコンボが強力だと思います。連続でスクリューシュートを使いたい場合はスターターセット EX クワス&ミミッキュー EX 収録のウェイニバルも場に用意してあげて、特製エナジーカーニバルを使うことですぐにエネルギーを準備できます。うん。クワスから進化するウェイニバル EX とウェイニバルがそれぞれ相性が良くって、うんうん、これデッキをまとめやすそうですね。そうだね。もしスクリューシュートを使った次の番にエネルギーを2個つけられなかった場合でも、エネルギー1個のエキサイトサンバで攻めつつベンチに下げておけるので状況に応じて器用に立ち回れるのが魅力ですね。なんかテクニカルに動き回ってるのがウェイニバルらしさっていいですね。確かに。ということでパルデア地方で冒険を共にする最初のポケモン3匹とその進化系のポケモンを紹介してきましたが、はい、レアリティアートレアのニャオハ、ホゲータ、クワッスも公開されております。やった。こちらです。良すぎ良すぎた。さすがに良すぎる。はい。植木鉢の上で眠っているニャオハ、そして買い物を楽しんでいるホゲータ、鏡の前でポーズをとっているねクワスなど、それぞれがこう生き生きと描かれています。うん、はい。まずニャオハなんですけど、もう描かれてる花がもうすごい綺麗で、うん、もうなんかこの分かります自然光の感じというか、うん、なんかこれも癒し。そうだね、癒しです。ポカポカして感じ。うんうん。そしてホゲータはこれリンゴっぽいものをねかじってるんですけど、うん、これは大丈夫なんですか？会計前じゃないんですかね。はい、確かに。はい、それがねトレーナーさんに怒られないかなっていうね、ちょっと心配な気持ちにもね、うん、なりますね。可愛いです。リュックの中入ってるのも可愛くないですか？なんか普段ここに入ってるのかなみたいなのね考えられていいですね。うん。あとはねこのクワッスがプルッとプルッともう髪をかき上げてセット完了。決まったぜ。もうここからお出かけみたいな、ね、感じがいいです。うん、これも可愛いですね。ぜひ魅力的なアートレアのカードたちとパックで出会うのもお楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。そしてですね、本日の動画まだまだ終わりません。お、必見の新カード紹介続けていきます。うん、はい。続いて紹介するのはこちらです。パルデアケンタロス。おお、ケンタロス、パルデアの姿3種類がそれぞれ別のタイプでカードになりましたね。うん。それぞれ無色2個で使える怒りの角という技を持っているのが特徴で、自身に乗っているダメ缶の数が多いほどダメージが上がります。うん。
3タイプいるので弱点をつくサブアタッカーとしてどれかを選んで採用するっていうのもいいですね。はい、そしてそれぞれ下の技はこのようなものになっています。うん、ダメ感が乗ってなくても安定してダメージを出せるっていうのも嬉しいですね。はい、続いて本日判明した新たなトレーナーズのカードを紹介していきます。まずはこちらです。キハダ。自分の手札を1枚選び、自分の山札の下に戻します。その後自分の手札が5枚になるように山札を引きます。自分の手札がこのカード1枚だけならこのカードは使えません。はい、山札をね引ける系の新しいサポートですね。うん、今手札にあっても使わないんだよなっていうものだったり、うん、山札に戻すことで後ほど活用できそうなカードを戻しつつ山札を引いていけるっていうのが魅力ですね。うん、続いて紹介するのはこちらです。フラベル。自分の山札から HP が120以下の種ポケモンを3枚まで選び、相手に見せて手札に加えます。多くの種ポケモンを手札に加えられるサポートになっていて非常に便利です。うん、進化ポケモンを使うデッキでは種ポケモンを序盤に準備することが大事だったりするので、高校最初の番にネオラント V でクラベルを持ってきて使うっていうシーンがね今後増えていくのかなと思います。うん、今日紹介したニャオハ、ポゲータ、クワッスをそれぞれのデッキでしっかりこう展開していけそうなのがいいですね。うん、あとはメインで使いたい進化前の種ポケモン2枚とプラスでディアンシーを一緒に持ってきて、ディアンシーをバトル場に出せば特製プリンセスカーテンでボスの指令などから守りつつバトルの準備を整えられるっていうのも強力です。続いてはスタジアムです。こちらボールタウン。こちらはですね、お互いのプレイヤーは自分の番ごとに1回自分の山札からルールを持つポケモン以外の種ポケモンを1枚選びベンチに出してよいという効果のスタジアムです。はい、非常に汎用性が高いスタジアムですね。うん、ルールを持つポケモンではない種ポケモンがメインのデッキにも入れたいですし、進化ポケモンがメインのデッキでも進化前を早めに用意できるっていうのが大きなメリットですね。お互い使えるカードではありますが、自分の動きの安定感を高められる強力なカードです。うん、場に残ってくれれば番をまたいで何回か使えそうなのも嬉しいところですね。はい、最後に特殊エネルギーを1枚紹介します。こちらです。ルミナスエネルギー。このカードはポケモンについている限り全てのタイプのエネルギー1個分として働きます。このカードをつけているポケモンに他の特殊エネルギーがついているなら無色エネルギー1個分として働きます。はい、ついにね全てのタイプ1個分として働く特殊エネルギー来たね。はい、これ嬉しいですね。こちらは他の特殊エネルギーがついていると無色1個分になっちゃうので、基本エネルギー主体のデッキを組みつつ使えるアタッカーの選択肢を広げるために採用するといいと思います。うん、どれかのタイプのエネルギー1個で技を使えるポケモンや、どれかのタイプのエネルギー1個と無色エネルギーで技を使えるポケモンが使いやすくなりますね。うん、具体的には輝くリザードンやネオラント V が多くのデッキで技を使いやすくなったり、エンテイ V、スイクン V、ライコー V をサブアタッカーとして採用しやすくなりますね。うん、ルミナスエネルギーはポケモンについているとき全てのタイプのエネルギー1個分になるので、手札や山札、トラッシュにあるときはどのタイプでもない特殊エネルギーという状態になります。はい、モココのね特性エレキダイナモであったり、ナタネの活気ではつけられないので注意しましょう。うん、はい、というわけで本日は3月10日発売の強化拡張パックトリプレットビートの情報を紹介していきました。はい、もう新しいポケモン EX とかトレーナーズだったりとかアートレアとかもう高まりましたね。はい、さらに強化拡張パックトリプレットビートはパックを開けてその場でゲットしたカードなどと基本エネルギーでデッキを組んで遊ぶシールド戦が遊びやすいパックになってるらしいんですよ。うん、シールド戦って開けたパックのカードですぐ遊べるっていうのがもう楽しいですよね。はい、詳しい情報はですねトレーナーズウェブサイトに載っていますので、気になる方はぜひそちらをチェックしてください。はい、ポケカチャンネルでもいつかトリプレットビートを使ってシールド戦をやってみたいと思います。はい、やりましょう。うん、今後もポケカの最新情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、この動画への高評価もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回バイバイ。